はい、こんばんは。パタヤに着いて、着いてからホテルで隔離でね、検査結果出てね、陽性が出て、今救急車で運ばれて、これから緊急入院になりました。とりあえずね、検査に当たったということでね、当たったっていうことで、よかったんですかね。パチパチパチみたいな。これからね、10日間、入院することになります。入院機会もありますよ。やりますね。これから10日間入院になります。この動画、兄貴パタヤチャンネルに振っておきます。それではまた。連れてかれる予定が、なんかすごいホテルに連れてこられました。これは俺が運ばれた救急車です。いやいい、ジャストモーメントな、荒いな。ビデオビデオ、これがホテルです。お前病気なんだからお前出るなって怒られてます。今この人が、ピースしてます。今調べてもらってます。酸素 97%、ホテルはとてもいいホテルです。それでは検査進めます。これは毎日これからね、写真を撮って、どういう状態か送ってくださいっていうことですけど、ちょっとこれ締めすぎですよね。手真っ赤になっちゃってるこれ、ね、大丈夫だろこんな真っ赤で。
なに締め付けられたのは初めてです。いろんなこのホテルの LINE ID です。病院代は、40、50万かかるらしいです。188万あるわけない。大変なことになってます。